はい、どうもふがくんです。さあ本日も集まれ動物の森やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。いや日中やろうと思ったんですけど今日も夜ですね夜9時ですね。はい、この時間にたぬきちも、いつものように島内放送。今日はメーデーだな。もなんだメーデー旅行券ってメーデーって何？特別な離島でのひとときを楽しんでもらえると思うから。またなんか無人島とかに行けるってことかな。ああそう、忘れてた、フータが来るんだよね。あれ前回紹介してないよね。マイカーですよこれがこれが僕のマイカーですよ。でもねこれ、乗れないんだよね。来ましたよベルが。これねコメントで教えてもらったんですよね。木の苗を植えるんじゃないらしいんですよね。また金を埋めれば金のなる木ができるらしいんですよ。だから5000ベル、これを埋めます。これで5000ベルのなる木ができるはず。あ、なったね。さーて、そうしたらフータさんのとこに行きますかね。おほほ、ガブリエル、すごい目が見えない。あー知ってる知ってるわ、だって隣だもん。1日1回フクロウチャレンジいきますか。今度こそ捕まえてやるぜフクロウ。うおー、ここですねフータさんのところ。ここにテントが立ったことによってこっちの後ろ側が通れなくなりました俺が決めたんだけどね。あ、こっちから通れるわ。なんだ、なんか蝶がいるどこを叩いてんのお前は。蝶、これ見たことない気がする。蛾だわ蛾だったわ。じゃあちょっと入りますか。失礼。おー狭い狭い、どこ向いてんだお前俺の後ろのスタンドが見えるというのか、スタープラチナが勝手に調べれないか。あー何も調べれなそうだな。喋るか。あーこんばんは。うん、なんか声かわいいな。そうですよ。島で手に入る木材を集めて長い高飛び棒に加工すれば棒高飛びの要領で川を越えられるはず身体能力やばすぎないそれは俺にできるのかそれが。スコップの作り方、あスコップの作り方、なるほど、フータが教えてくれんのかスコップって。あータヌキチにせがんじゃったぜお前か。うわ、いろいろと進んだな。展示品15種類。オッケー。竜宮の使い渡しちゃおうか。今なんか、あ、ブラックバスあるわ。さっき釣ったブラックバス。起動するよ、ブラックバス。あ、ガモいたわ、そういえば。ガモじゃあ、いや、いいっす。そういうのはいいんで。はい。なんか、報酬とかもらえないの？あるある。さっきそこで撮った、さっきそこで撮った蛾がいますけど。うん。いや、いいです。そういうの求めてないんで。報酬とかないんすか？あと13点。うん。いや、でも進んだな。スコップの作り方もわかるようになったし、高飛び棒も作れるようになったから、これでね、川を渡れるわけだ。ちょっとタヌキチのとこも行ってみるか。よう、特になんもなさそうだな。ああそうそうそう、忘れてた、メーデー旅行券。いや知らん、知らんす。働く人の日、へえ、今日5月1日だけど働く関係お前舐めてんのか？え？バカにしてんのか俺のことを。もう本当に俺はもうタヌキチにめちゃめちゃ尽くしてると思うわ。100万円くらい欲しい。
お礼に。なんかゴミない。あ、タイヤの遊具じゃん。これさ、フータのテント決めるときになくなっちゃったんだよね。いや、これ、タヌキチが引き取ってくれてたのか。どこに置こうかな。そしたら、この辺に置くか。ね、みんな使えるように。よいしょ。これこれ、やっぱこれがないとね、動かせないよね、これ。動かせるんかい。埋まってるんじゃないの、こういうのって。あ、でも右には行かないわ。オッケー、化石ちょっと持っていこうか、風太のところに。あとレイラがいないんだよね。寝てるのかな。ちょっと出かけてるよ。あ、外にいるんだ。じゃあまあいいや、化石。えん何この木の枝。あれ、俺こんなとこに放置したっけかな。あと竜宮の使いも寄贈しちゃおう。あと石台とタランチュラもね、邪魔だし。なんかさ、キラキラ言ってるんだけど、この効果音何？キランキランって流れ星も、もしかして流れ星な。お、おい、流れ星流れてる、すごい。前まで流れてなかったよね。キランキラン言ってたもんだって。ちょっと願い事、願い事唱えよう。3回言えばいいんでしょ。全然流れねえ。はい、ほほ。これは無人島で取ってきた化石ですよ。あ、違います。この島じゃないです。違う島から取ってきたやつです、それは。ほう、T-Rex じゃん。めっちゃいいじゃん。じゃあ知らないけど、いや、いいです。そういうの求めてないんで。これは最後にしようかな。石台、とりあえずね。石台、ほら、どうだ、レアだろ、これは。そうでも なさそうだ。いや、そういうの求めてないんでいいです。タランチュラを見せてあげよう。ほら、ビビれ。予想通りの反応。いや、そういうの求めてないんでいいです。さあ、ラストですよ。竜宮の使い、これはレアだろう。どう考えてもなんかコンパクトだな。あれ、なんかそんなにすごい反応しねえな。いや、そういうの求めてないんでいいです。あと何種類？ 9 種類か。じゃあな。そしたら棒高跳びじゃなくて、なんか高く飛べるやつを作ろう。ちょっくら借りるぜ、タルキチ。タルキチって言ったような気がする、今。これか、高飛び棒。柔らかい木材5個。なるほど、全然足りない。あ、いたわ。お前魚釣ってんのか、今日は。そうか。おお、頑張れ。あー、うお、網、よいしょ、捕まえた。やったぜ。まあ2回目なんだけどね。やった、危ねえ、マジで。いや、ちゃんとシミュレーションしといたからね。十字キーの右左どっちを押したら網が出るのかなってちゃんと見といたから俺。いや、この間のね、無人島の一件があったからね、忘れませんでしたよ、僕は。このし、お、じから、まずい。あー、助けて。あー、痛い。もう。マジか。スコップだったよ。網だったらいけたな。これで柔らかい木材が6個あるね。よーし、行くぜ。ちょっくら借りるぜ、たぬきち。これを作る。これで、川の向こうに行くことができるようになる。おお、これか。これで、行っちゃいます。おお、なんか伸びたくない？
伸びたよね今。如意棒じゃん。やったー。ほらー、新天地ですよ。すごい、バラ咲いてんじゃん。この上は登れないの？登れないのか。すごい、新天地だ。新しい、なんか動物とか、動物はいねえか。動物はいないわ。あ、でも先住民とかいるかもしれないしな。油断せずに行こう。